い、どうも。今日は雨が降っておりました。やっぱり雨の日といえば読書に限りますよね。そうだね。この間ゾーンの森とポテトチップス読んだんですか。はい、これもいいお話だったよね。はい、すごくね。今回はクリームパンとジャコのおかしな学校。はい、こちら2冊3日ぐらいかけて読みましたね。はい、はい、こちらも2013年の課題図書になってますね。中学年向けです。はい、じゃあこっちのクリームパンの方からお話を話してみますか。はい、クリームパンというのは、はい、まあれっきとした主人公がれっきとした、はい、なんていう主人公ですか。名前、この香り、香りちゃんですね。はい、で香りちゃんが住んでるのはなんというお家っていうか、なんとかそうって言ったら、ひらぎ、そうだね、ひらぎ館だね。はい、そこには何世代の家族が住んでたでしょうか。なんと5世代。今時ないね。ひばちゃんいますよ。ひばちゃんまでいる大家族だよね。はい、その他に居候はどなたがいましたか。この寝ぼけまなこのしほさん。しほさん、あとはと、あきさん。おお、よく覚えてるね、あきさんですね。はい、でこのかおりちゃんのうちに誰が来ることになったんですかね。みかちゃんという女の子です。とっても可愛い女の子が来るんだよね。はい、ミカちゃんはなんでカオリちゃん家に居候することになったのかな。パパがお仕事がなくなっちゃったからです。あ、そうだよね。大変な、結構辛い状況だったんだよね。はい、でもそんな中でもミカちゃんは一生懸命お金を貯めて頑張ってたんだよね。はい、はい、でも途中喧嘩することもあったけれども、最後はクリームパンを分け合うという。そうだね。ちなみにそのクリームパンの、売っている店の名前は、はい、鶴亀堂です。よく覚えてますね。はい、そうだね。この鶴亀堂のクリームパンがこのお話のキーポイントになりますからね。はい、はい、とってもいいお話でしたね、これはね。はい、はい、もう一つどんなの読みました。これはジャコとおかしな学校というので、基本的な主人公がジャコという、はい、この少年です。はい、そしてそれで途中でお菓子屋さんっていうのを始めたんですけども、うん、それで中学生のあのギャングみたいな人たちが現れて大ピンチに、うんうん、それでジャコは企みを考えた。はい、どうやってやっつけたんですか。なんとシャルロットというお菓子に胡椒を混ぜました。ああ、それで悪い奴らを撃退したんですね。はい、はい、そうでしたか。構わないでください。ごめんなさい。とても面白いお話だったね、こちらも。はい、はい、じゃあこちらおすすめでございますか。2冊ともおすすめです。はい、それでは動画を締めましょう。はい、ドクドクショテローン、いいですね。それではさよなら。さよなら、バイバイ。